普段保育士やっております上芝居市のゴリラ先生と申します。カタカナでゴリラ、ひらがなで先生です。どうぞよろしくお願いいたします。バナナのお祭り衣装にねじり鉢巻きがトレードマークのお兄さんの名前はゴリラ先生。藤沢市在住で上芝居市と保育士の2つの顔を持つゴリラ先生は、伝統的なスタイルにとらわれない紙芝居を全力で演じます。それでは早速今回の紙芝居を見せてもらいましょう。始まり始まり。はい、どうもこんにちは。よっしゃ、今日も元気な声ありがとうございます。スーパー元気もらいました。それでは今日もねやっていきたいと思います。保育士紙芝居師ゴリラ先生と申します。よろしくお願いします。さあ今日の紙芝居はですね、ちょっとした昔の小話を持ってまいりましたのでお楽しみください。今日の紙芝居のタイトルはこちら、猫の名前というお話でございます。最後までお楽しみください。それでは行きたいと思います。猫の名前、始まり始まり。猫の名前。あるお店に暇な連中が集まっていたそうです。あー暇だな、うーん暇だ暇だ。するとそこに一人の若者がやってきました。その若者が何やら猫を連れてきたそうです。あーおいらよ、家にネズミがいっぱい出るからよ、猫を飼ったんだよ。その猫がかわいいことかわいいこと、こんな猫じゃよネズミ追っかけられねえかなと思ってんだよ。だからな、なんか名前だけでも強い名前にしたくて、これ今日はさみんなに決めてもらおうと思って持ってきたんだよ。何っていう名前がいいかなというと一人が言いました。猫だろ、猫だったらよ、猫科の最強って言ったらな、あれだよな、猫科の最強って言ったらなんだ、ライオンもいいけど一文字の感じがいいな、これなんてどうだい、これ言えるかな、せーの、そうだよ、虎っていう名前なんていいんじゃねえかなと言いました。すると一人が言いました。虎もいいけどさ、あれだよあれ、虎よりさ天まで高く登る、これこれこれってなんだっけな、みんな読めるかい。そうだね、そう、竜なんて虎よりもっと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 強いんだよと言いました。でもさ竜もさ、あれだよあれ、あれがないと空高く飛べないらしいよ。竜はこうやってあれを掴んで空まで登るらしいからさ、こっちの方が強いんじゃないかな。これ読める人、はい、じゃあ一緒に読んでくれる、せーの、そうだね、雲なんて名前はいいんじゃねえかなと一人が言いました。いやちょっと待ちなさい、あなたたち雲なんてね、これこれふーってあれだよあれ、ふーってなるやつ、ふーってなるのなんだっけ、これせーの、そうなんです、風が吹いたら雲なんてひとっ飛びなんですよ、ほらだから風にしましょう。いや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 、ちょっと待ちなさい、ちょっと待ちなさい、風なんてね、風なんて聞いてくださいよ、あれがあったらパーンと弾き返されちゃうんですよ、あれですよあれ、なんちゃったかの、わしゃは物忘れがひどくて、なんちゃったっけ、みんなわかるかい、せーの、そうじゃ、風なんて壁があったらね大丈夫なんじゃ、だから名前は壁じゃのと言うと一人が言いました。いや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 、ちょっと待て、ちょっと待てよおじいちゃん、あのな、壁なんちゅうもんはよ、あれだよあれ、あれがガリ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 って噛んだらなくなっちまうんだよ、壊れちまうんだよ、だからあれだよあれ、みんな読めるかい、いくぞ、せーの、そうだよ、やっぱり壁よりネズミが強いから猫の名前はネズミで決定だと言いました。すると一人が、いや待ってくださいよ、だってさ猫にネズミなんて名前はおかしいし、ネズミより強いのは猫でしょうが、だから
猫の名前は猫、うん、でもそれじゃおかしいかと言いました。すると店の店主が言いました。何の話をしてるかと思ったら猫の名前を決めていたんだね。そうだね、最後には猫になったよね。猫になったということは猫には猫に合った名前、自分に見合った名前がいいということで、猫は猫という名前にしようと言いました。というわけで、なぜだか猫の名前は猫になったそうです。猫の名前のお話でした。おしまい、おしまーす。猫の名前が猫になりましたね。それ何を言いたかったかっていうと、自分に見合ったもの、まあね、背伸びとかもね必要だと思うんですけども、自分にね合ったものを見つけたり、自分に合ったものを伸ばしていくのがやっぱり大事なのかなって、この店のね店主さんは言っていたんだと思います。さあ、それではね、今日の紙芝居はこれでおしまいにしたいと思います。最後はね、皆さん元気よくご挨拶してください。さようならバナナイですよ。いきますよ、せーの、さようならバナナーイ。ゴリラ先生の紙芝居は YouTube でも見ることができますので、ゴリラ先生紙芝居で検索してみてください。